はい、皆さんこんばんはー。こんばんはー。はい、ということで本日は気候な伊川谷店から生放送です。お願いします。お願いします。まずね、コメント、ひらぱん兄さん、こんばんはー。やかし、俺たちはバディだ。 ありがとうございます。お願いしますって言われたからね。はい、中市小さくて見えない。いやいや、おかしいおかしい、全然、おかしい、全然大丈夫。寝落ちするけど中市の顔見てから寝るんや。中市元気しますか。いや、そこそこね。そこそこ、はい。中市今日メガネちゃうやん言われてるけど。あ、ちゃんと持ってきてますよ。持ってんねや。大丈夫です。今日これね、メガネかけたら3人ともメガネっていうね。確かに。ちょっともうメガネ率 100% ですけど、はい、これ多分あれかな、ホムラちゃん意識してるのかな。今日は、はい、今日もね、じゃあまあまあ、多分昨日の放送の流れで見ていただいてる方は何やるかは分かってると思いますけど、それはもうじゃあ後で言いたいと思います。じゃあ今日は中市と、前回に引き続き桃屋さん、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、お知らせを先に、じゃあ井川谷店教えてください。はい、ですね、10月の25日、はい、新代理会になってます。はい、導入機種の方がパチンコはクイーンズブレード、はい、3、あとはデビルメイクライ4、あとスロットの方が、猪木、はい、あとピラミッドアイ、はい、あとちょっと導入が11月じゃない、稼働が11月5日からですけど、はい、北斗、はい、サラリーマン金太郎、アフターはファフナーのエクソダス、こちらが、はい、導入になります。これはスロット好きな人待ってたでしょうね。初代ファフナー死ぬほど打ちましたからね。ねえ、ファフナー好きな人、あとサラリーマン金太郎も久しぶりですよね、これ多分。めっちゃ久しぶりちゃいますね。ねえ、まあ、あと北斗もこれ純増がね、かなり、高いということで、だいぶ巷では、話題になってる機種ですけども、これはもうついに11月5日。ついに稼働開始になります。はい、なるほど。じゃあもうこの日ね、最速でスロットをね、打ちたい方は来ていただいて、まあ、あと、はい、クイーンズブレードとかもね、あんまりまだ入ってないお店の方が多いんで、まあいかだにぜひ、はい、はい、バラエティ機種も多いんでね、ぜひぜひ来ていただけたらと思いますので。お願いします。あ、金ちゃん打ちたいって言ってますね。お、一応あのサラリーマン金太郎 と、北斗の拳はね、割ともう前から純増が多いんじゃないかみたいなね、こうすごいざわざわされてましたんで、まあ、ちょっとその辺もね、期待したいところではありますので、ぜひあの P ワールド LINE、Twitter 等でチェックしていただいて、いかだに店ぜひ遊びに来てください。皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、じゃあ今日は中市何やるんですかと。キコーナチャンネル3日連続のバドカマギガ、よいしょー、よいしょよいしょ、ということで、劇場版マドカマギカね、パチンコ、ミドルタイプ当たってないんですよ。関西当たってないんですよ。なんなんこの尻拭い方法みたいな。いやもうあの多分ね、日にちがこう過ぎるためにこうハードルがちょっとずつ上がっていく、ね、どんどん。そう、一応今日はまあ2台分回すということなんで、まあ剛腕中市と、まあリリーフ桃屋さんぐらいで今日はちょっと2台当たってくれということで、じゃあ今日もやっていきます。はい、もうちょっと飽きたっていう人もいるかもしれませんけど、あの当たりは見てないからやってくれという意見のが多かったんで、今日は強行させていただきます。じゃあお二人、自信のほどは。いやまあね、はい、大丈夫っしょ。大丈夫、さすがに、さすがに、もう今日はね、うちの台もちょっと秘密兵器的な感じに仕上がってますので、てってれてってまあ時間内に当たったらいいなと思ってます、私も。はい、じゃあ早速打っていきましょう。はい、お願いします。さすが中市、期待してるよ。どんどんハードル上がってくれ、これ。いやもう上がる上がる、2人当てないと2人でここはハリセンの打ち合いをお願いします。まあまあやな、明日もこのままじゃやれとか言われそうやもんな。台の方はね、十分に、温めておりますので頑張ってもらいましょう、今日。ちょっと今日営業中ね、はい、温めすぎた結果、はい、そうですね、うちの台がもうちょっと2700回転ハマりと。いや今日だからね、一応中市が座ってる台は、いかだぎ店の窓まぎで一番当たってる台で、桃屋さんの方に関してはちょっとだいぶ温めた台で、はい、どっちが当たるかっていうのをちょっともう検証がてらやっていきたいなと思いますので、皆さん、時間ね限られてますけども、お付き合いいただけたら。あ、ちゃんとカスタムすんの？いやちょっとね、激アツは激アツであってほしいという。あ、なるほど、あんま安いのいらない。そうそうか、中市はカスタム派か。
えげつないだ。ハズレは何度も繰り返してやめて。やめてやめて。ちなみに昨日のね、高枝の放送では窓マギの初代とこの劇場版と、一機種ずつやらせてもらったんですけどね。当たったのはなんと初代の方でしたということで。ちょっとね、まだ劇場版の方は当たりが見せれてないので、もう今日ちょっとストップしたいなと思っております。はい。じゃあ最後まで見ていってください。お二人は窓マギはもう大体わかる感じなんですかね、半券とかまあ演出的なもんは。まあまあ半券も僕前のパチンコもむっちゃ好きでよう打っとったんで。本当ですか。じゃあ初代のまあ演出もね結構変わってるとこもあるけど、まあ割と似たようなところも多いので、まあ大体じゃあ大丈夫かな。そうですね。なんかちょっと昨日休みやったんで打ってきたんですけど、いかがでしたか。ちょっとなんか演出増えておもろかったんですけど、はい、なんかあれですね、前熱かったやつがちょっとお寒くなってたりするんで、あちょっと期待度減ってます、はい、あら、あとね、2日間ちょっと窓まぎやった結果、あかん台は緑保留頻繁っていうね、頻発に、もうほんま頻繁に出るっていうのがなんかちょっと検証された感じなんで、なるほど、バチッとね、バチッと熱い保留パチンできてほしいですよね。中志、久しぶりにこっち向いてくださいって言ってますね。右側にカメラあるんでね。どうも、お久しぶりです。メガネなし中志ですけど、ね、はい。いやー、ちょっと今日はね、さすがにちょっと当ててほしいなーっていう方多いよな。いやー、さすがにちょっとこれ3回当たらんかったらいよいよやろ。もう明日も多分窓脇になるよね。もうどんだけ窓脇すんねんって言われるけど。別にね、なんてやろう、別の台でも全然いいんだよっていう風に私は言ってるんですけど、視聴者さんがもう当たるまでやらなあかんっていうね、なんか変なハードルが上がってしまったんで、今日もう、まあ、できたら今週、今日でもちょっと区切りたい、1回。さすがに。そう、いい、どんだけ窓ぎす、窓まぎすんねんって言われるからね。まあまあ、3回限界。そうそうそう、ちょっとね、同じエースばっかりになるからな。1回ちょっと休憩してからの窓まぎやったらええけどな。はい。まあ温めてるから大丈夫かなと思うんですけどね。そろそろ当たりみたいでお願いします。いや本当に逆者のプレミアムスルー並みのハマりじゃん。二人当たらかったら降格やから覚悟して挑もう。いやでも、はい、俺 T 店長ランクがまだちょっとあるんであれですけど、はい、これでは不審社員ですからね。あ、そうか、桃屋さん、いやだから今副主任か、はい、じゃあ次降格でやったらもう社員になってますよ、はい、それも嫌やな、もう一回試験受けなあかんのね、はい、そう店長はね、一応ランクあるからランクダウンで済めばね、済めばおんのって、そう全然まだいいんやけどね。いやそこまでちょっと命がけやな、これ当たりなんて中市には簡単さって言われた、気候な前で窓まぎ撤去にしよう。今日当たらんかったらまあまあ背負うもん大きいで、あれやな、はい、これも当たらなかったら多分もうやめな、ちょっと今後社内の風当たりが心配なことで、はい、当たるまでやめれません、ね、いやもう明日の綺麗売り割りに引き継がれるよね。ちなみに中志店長、はい、プライベート打たれたということですけど、当たりは取れたんですか。初当たり2回引いて単発とラッシュ1回ずつです。あ、ちゃうわ、疑似さんやった。疑似で墓持ってた、ちょっと熱っと思ったけどね、普通やった。なるほど、ちょっとプライベートはちょっとしょっぱい結果やったんですね。いやでもね、はい、以上勝ちましたよ。あ、よかったですね。まあ出玉がねちょっと前作に比べたらちょっと抑えられてる感じですけど、まあその分、あ、9秒ボタン、これがね前までむっちゃ熱かったのにちょっとお寒い感じに仕上がったと噂の、お寒い感じ、あ、9秒ボタンがね、そうなんかただの保留変化対応とかね、なんかそんなになっちゃってましたね。そうなんですよね。いやでも今カスタムでちょっと激アツ、ちゃんと熱い、あ、そうやね、そうやそうや、ワンチャン、確かに。あとね、さっきのなんかエース武器の悪魔ホムラとか出たらね、むちゃくちゃ熱かったと思うんですけどね。熱いですよね。これはじゃあどうやろう、発展はしそうかな。発展はまあ大丈夫でしょう。ね、キューベボタンありましたしね。食べるラー油が当たる気がしてきたよ。桃やな。ハマる台はどれぐらいハマるか検証してください。いやー、ほんまやな。3000までに当たってほしいね。いや、ほんとに。もうそれはもうね、みんなの願いですね。もう3000は見たことないかもしれへんな。最近2000何百やったら、うん、ありますけど、ね、あるけど、さあこれで、まあ、発展はするかな。いやー、窓かがいいな。お、ちょっと熱い。あっと、ホムラちゃんですぞ。発展するっしょ。熱い熱い。さあ
どのリーチ行くかな。やったやったーって言われたけど、汚れ溜めすぎ。ホムラストーリーは熱いよーって言われた。ホムホムギター。新劇場版のリーチみたいなんで当たったらラッシュ直撃やから。あ、そう、直撃っすかね。さあ、ホムラちゃんどこ行くか。ホムラストーリー確かに見たいな。新劇場版行くか。はい、キューベ出てきました。このコークスクリューボタンみたいなマジサムなってるから、悲しいほどに。さあ、どこ行くか。おっつ、ストーリー。あっち、あっち。ホムラちゃんストーリーはいいでしょう。でも昨日ね、マドカストーリー外したんやったかな。持ってないな。格の違いを見せつけてやる。頼む頼む。ホムラゾーンは熱いの。昨日ね、ホムラゾーン入ったんですけど、そんなに熱くなかったですね。あ、これは白文字っていうのかな。おっと。赤文字やったらもうちょっとあれ。おっと、いいよ。もう金まで変わったら、もう前までやったら。金はあれですもんね。前までやったら。コースもね、はい。ちょっと今回分からへんけど。確かね、マドカのリーチの見たら、白文字がと金文字が確定やったのかな。そうそうそう。赤文字はちょっとデフォ。赤なんですよね。これで外れたら、中市今日終わったね。確かに、もう結構放送終わるぐらいの温度感ちょっと早かったちょっと後取りしといて、これ編集で後ろ持ってこようか。うまいこと後でちょっと、ああもう時間ないっすねみたいなくだりだけちょっと別撮り後で撮っといてあ、ね、やばい、ちょっと待って、これはやばい、これはやばい。え、いやいやいや、ティロフィラーレ中市ちょっとチャンスボタンとか、あ、やばいやばい、見たかこの野郎。やば。じゃあ終わりまーす。お疲れ様でした。早っ。早っ。むっちゃ早かった。押す位置よ。残念ながらこれ 50% 取ってないパーティーみたいな。あー、そっち。自力で行けみたいな。一応ですもんね、この途中で図柄こうラッシュに変わったりしますもんね、これね。いやー、前までほぼほぼ変わらんかったからな。はい、当たりました。お、来た？いや、あの、カソス。僕言ったことないんで分かんないです。あ、キューベボタン、あ、キューベの保留ね。それの煽りだけで、あの悲し悲しき保留っす。あの全く何もない時もありますからね。ね。いやーちょっと入れたいな。さあ、いやー今日はやっぱりできる男なんやな、中市ね。いやほんまね、2日回って何をやってたのか。そうやね、2日ともテンポほんまザルやな。いやーよかったよかった、開始まだね、15分しか経ってないけど早かった。順調順調。はい、また明日って言われて、明日またさよならってせめて最後まで見てかい。どうせ昨日おとつい最後まで見たやん。そう、当たったら満足みたいなね。とりあえずまあラッシュ入るかどうかね、みたいですね。中市20連以上よろしく。いやーこれまあまあしんどいです。はい、ちなみにこれはね、中市の方は今日一番当たってた台ですね。はい、そうですね、30回ぐらいついとったかな。そうですね、連チャンの後の台ですけどね。ちなみに桃屋くんが打ってる方がだいぶはい、ウォーミングアップ整ってる台なはずです、はい。もうウォーミングアップしすぎて疲弊してる可能性もワンチャン。ちょっとエナジードリンク注入せなあかんかもしれないですね、はい。中市エリマネにおめでとう、サムネゲット20連以上やり、あ、行ってくださいってね。今日も川西からこんばんは、ありがとうございます。ワルプルじゃない新しい方を見せてください。ああ、まあせっかくなんでね、やっぱ、っね、新編ストーリーの方を、ね、見たいね、選びたいと思いますね。あまり大丈夫かったんやということで、あのもう検証結果、連チャンもしくは初当たりが早かった方の台が勝ちました。はい、検証終わります。これやね、はい、これですね、新編チャレンジ14回転でしたね。はい、早かったな。ミドル14回が出たらもうほんま今日もろたって思うよね。ああ、プライベートでこんなんなったやのに。いや本当に放送終了まで連チャンお願いで、祝寝台のサムネイルゲット、俺らは疲れた。いや3日間長かったね。仕込んだの知ってるんだぞ。パチンコ仕込めたら苦労せんちゅうねほんま。そうやってもうラッシュ仕込んどくわ。いやでもね、ほんまちょっともう今日なんなら1台当てたやつ準備しとこうかとちょっと悩んでましたからね。ちょっとドキドキしましたよね本当に。さあこっからですよ中市は。いや言うてこれ14分の1か15分の1なんですよね。あ、そうなんですよ。まあまあしんどいっていう、当たりがね確か 50% と 50% でね分かれてるんでね。そうなんですね、こっちはね、時短少ない方か、残念な方。いや、ラッシュ直撃と、はい、なんか時短で引き戻せみたいな、はい、まあ、時短でもないか。一応ね、ラッシュチャレンジは時短が少なかったんですよね、確か。そうですよね。で、もう一個の方の当たりは時短が確か最大で19回チャンスあったんかな。で、もう一個が直撃かな。
そうですね、あとはラッシュ中はアルティメットで次回継続まで確定の分もあるんで、はい、そうですね、ほぼ確か。さあどうやこれね、一瞬金に見えたけどちゃうでね、全然関係ないよね。そうなんですよ。ドキッとしたけどちゃうかった。ちょっとシンフォギアっぽい感じの演出になるんですよね。なるほどね。今日2900近くハマってる台あったので、ね、これ別の店かな。いや、やっぱ2900すごいな。2738ですけど、うちの台今。いや、桃屋くんね、ちょっとこれ行っとこう。これは2台当てよう。当てたいっす、早く。日本一になれる可能性がトータル3000超えまあでも、まあ稼働開始がね、だいたい先行店以外は21日からのお店が多かったのかな。そうですね。まあどうやろう、まあまあやっぱね、何台かに1回やっぱハマる確率もあると思いますけどね。どうやろう、皆さんのホールさんではね、どれぐらいハマってたかまた教えてもらいたいですけどね。ちょっと中市絶唱しよう、当たるかも。ちょっと絶叫いとこ当たる。バオンみたいになったんやねんけどな。いやー、どうやろう、今5回転目、こっから残保留で、そうですね、プラス4か。いやー、残りで15分の1引ける。いやー、ちょっとそこないよね。いや、基本もう 50% で直撃引けみたいな台なんでね。そうそう、そっちっすよね、うん、こっち王道の突入ルートじゃないんで、残念ながら。そうそうそう、これが続くと多分窓曲げしんどいんでしょうね。でもさあ、昇格あればホームラぐらいまでやっていくんじゃ。ホームラ、確かにシンフォギアっぽい一応ね、京子さん、さやか、まみさん、そうですね、一個も小学生へん。まあ一応やっぱこれあれかな、まどかとかホムラがおった方がチャンスなんですか ね、あとは縦カットインがチャンスみたいななってましたね。ラッシュ頼むで。いやー、こうしんどいな。ちなみにね、桃屋さんの台はこれ転敗したら若干チャンスですね。転敗して発展したら、はい、その新編ストーリーの方のリーチに行くんで、当たればラッシュですね。まあこれガセが多いんでね、桃屋さんの方は。転敗すらせんことザラすからね。はい、強固でワンチャン。そうですね、まあ後半3つ強固なんで。そうですね。転敗せんかったね、やっぱね。しないですね。ガセが多い。渚パネルが一番強いんかな、出てますね。ああ、どうね、見たことないですけどね。そうですね、まだ強固までしか見たことないな。そうですね、中地も、まあ、まだそんなに打ち込んではいないですもんね。あ、渚ちゃんいると熱いです。なるほど、まみられるパターンがいやー、縦カットイン入らんとしんどそうですけどね。当たった時は誰で当たったんですか、中地は。もう直撃したの。プライベート、プライベートの方はさやかの演出で最初時短引いた時は、あ、直撃1回と時短か。あ、なるほど、1回なんで。新編ストーリーで当たりましたけどね、なぎさちゃんで当たりましたってね。ハマり台はあんまり復活しない感じだった。あ、やばい、なんもない。これはしんどい。復活とかせえへんから。なぎさは赤枠になりますってね。中市、窓まぎ好きですか。窓まぎ好きですよ。スロットも好きですね。ね、売ってる。桃屋さんはね、前回出ていただいたときは僕は北斗しか打ちません、キリって感じだったけど。悲しい、全然打ったことないんで、全然わかんないです。そうやな、それは打てへんかったら分かれへんもんね。全然わかんないです。終わった。あ、終わってしまった。悲しい、全然わかんない。なんか幻の当たりみたいになってしまったけどいや、もうこれはやっぱね、桃屋くんにこうやっぱ今日は花持たせる放送やと思うねんな、私は。そう、前座みたいなもんっす。そう、終わったまあでもそのミドルのね、一瞬に仕込んごけてしんどいな、ここやな。さあ、マドカのパッドに出ましたけどね、解散。この窓間際は万発期待しにくいって声もありますけど、結構ね、SNS では4万発いったとかね、報告は出てるんですよ。4万発やばいな。うん。そんな行く。いや、だからすごいと思ったんやけどね。7000発ぐらいしか出へんかったけど。でもそれでも全然いいっすね。十分なんすけどね。あ、キューベがピコピコしてますね、中市の台。今ちょっとピョコッとしてましたけど、前までなんか大当たり後のこのステージで、なるほど、テンパイかかったら熱い、なんかぶち熱かったんけどな、外れたことなかったんけど。単発終わった、激熱の緑保留保留また緑、6分の夢お疲れ様また一から頑張る。まどかが弱くなった感じする。まどかストーリー外してきました。あー、ちょっと演出はいろいろ、そうそう、増えすぎてるからね、多分余計かも。
落ちた可能性はありますよね。あとはまあ保留もね、そんなになんか赤とか金が頻発する感じではなさそうでしたね今回もね。そうか、まあ単発あったんだけどな、ちょっと残念やったな。あとはもう桃屋さんが当てるだけやな。直撃させてくれるでしょもうね。え、あ、なるほどな、渚のエースもあるんやな。あ、そうか、新編チャレンジね、さっきのはあの穂村はいないからあれか、渚ちゃんがマックスになるのかな、ちゃうか、いや、まどかが大当たり濃厚っすね。で、その次が渚、京子、まみさやか。はいはいはい、そうやね、だって戦う相手があれやもんな、多分穂村ちゃんやもんな。そうやな、渚ちゃんが一応上から2番目やけど、まあこれでも信頼度 20% ぐらいなんですね。ああ、そんなもんか、もうまどか待ちなのかな。しんどいな、頻発しない割に出ても大して期待できなかった。ああそうなんや、そうなんや。確かに昨日は赤のソウルジェムの保留出て、あ、窓か行って外れてた。まあ赤のソウルジェムとか結構ザラに外しますからね。一応ね、なんか信頼度雑誌調べで見たら 55% あったけどね。いやー多分ないけどな。ないか。そうで、ホームランゾーンも特に熱くはなかったしね。あ、そうなんや。そうなんですよ。で、まあ新編ストーリーもあのナイトメアの方は出たけど、まあこれはね、ちょっと信頼度低いんで当たらなかったですね昨日は。で、その前の日が魔法少女集結カットインが出たけど外れてたね。そう、もうズルズルやったね、ほんま。やっぱ金がいる。どうしよう、結構昨日打ちながらなんかこれ出たら多分当たんねえやろとかめっちゃ思ってたのに。多分まあ一番熱いのはもう悪魔穂村背景なんでしょうね、これ。でしょうね、8割超え。これ見たいね、一回ね。やっぱり金はいる。今日も結局ラッシュ見れないかも。へそからの 5% お願いしますってことですね。まああとゼブラ見たいね。ああ、しばらくゼブラなんか見てないけどな、ね、他の台でも。プライベートだった時もゼブラは出なかったですか？ゼブラは出なかったですね。演出中の金文字と、あとエアバイブで当たってもらって。ああ、なるほど。エアバイブで当たってもうたやて、エアバイブで当たってもうたやて、むちゃむちゃ情けない声出たけどな。吹いてる吹いてるって。そう、あれね、あのティッシュとかでこうふわーって風吹いてるとこみたいよね。悪魔ホムラは初打ち、初当たりで見ました。あー、すごいね。期待できるとしたら何でしょうね、これ。まあさっき言った感じかな、ゼブラ、金、 あとは新編ストーリーだとくるみ割りの魔女のリーチ。1は熱そうですけどね、くるみ割り、まあ、6割弱ぐらいですね。 あとまあね、悪魔ホムラ背景で、魔法少女集結カットインかな。あとまあストーリーで言うとさっきのホムラちゃんも熱いですし、まあ、あとマドカ あのリーチですね。なかなか発展しないのでそこら辺行くとやっぱ熱いかな。動画でゼブラのソウルジェム見ました、綺麗でしたよーって言ってますね。ゼブラみたいな。そうですね、赤が昔の緑程度だから今回の金で昔の赤ぐらいかな。なんかあんまり赤が少ないイメージで違うのね。でもその割にそんなに金出えへんねんけどな。やっぱりこの2日間はちょっとあかんかったんかな。放送では金出てないけど金も大して熱くないような気がする。まあでも今ね、中志が言ってたのは、まあ、金は絡んで当たったと言ってたからね。はい、最近は手貸しユーザーの私、4円のパチに怖くて戻れない、寝台配信は動画で楽しむ派になりましたけどね。まあまあもうちょっとね、時間だったらその手貸しの方にもちょっと移動したりする時もありますからね。それ待ってる方も多いと思いますね、確かに。中志、イカワダニのマサル元気にしてる？イカワダニのかは分かんないですけど。あれかね、マネージャーですかね。マネージャーと、あとキリンのマサルくんのこと言ってるのかな。あ、そっちか、はい、どっちもまあ、あの現状は元気ということでいいかな。そうですね、はい、ピーフラ、ゼブラ、悪魔ホムラ背景、くるみ割り、はい、当たり。そうですね、もう1個ほぼほぼ当たってんちゃう、それみたいな。そうですね、そうですね、あのバグじゃない限り当たってるやろうって演出1個から出ましたけどね。今日はダーツ行かずに見に来たので、中志ラッシュ入れてください。いやー、ちょっとラッシュやりたいですね。今日はあの桃屋さんというバディがいるから大丈夫や。もうちょっとさすがに3日ってラッシュないわ、ちょっと悲しい。いや、もう明日もバトンタッチ引きずる。しかもまたちょっとハードル上がった状態でね。そう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 、もう当たりは見たから次はラッシュでみたいな。そう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 、いや、ほんまに。しかも何連しないと帰れませんとか言われそう。いやー、これもう多分6店舗目ぐらいになったらもう次の日の営業絡むで。次氷園やけど。キレあかんかったら次氷園までなってしまうからね。
もうあれよね、営業中窓かのコスプレしとけとか言われそうだもんね。怖い怖いきついな、見る方もきついな。そう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 、ちょっとね、顔でかい窓かになってしまうし、ね、ライトミドル派の俺が見ると打つのが怖くなる。まあ私もね、基本ライトミドルをよく打つんでね、窓マギはそんなにちょっと私も打つ機会がなかったんですけど、まあでも打ってみたいなっていうのはね、ありますけどね。まあライトミドルもね、あのミドルもハマるときはハマるし、当たるときは当たるからね、うん、くるみ割りならぬ罰ゲームに瓦割りしますか。いいね瓦持ってきて誰かなかなか斬新やけどな、瓦割りね。なんか割れやすい瓦とかあるらしいですけどね、 YouTuber の人とか、はい、なんかやってましたよ。頑張って。ピーフラも大昔外れる場があったもんなあれね。まあまあ確かにね、噂程度にはね、なあ、うん、まあでもパチンコ大体そういうなんか噂か本場かようわからんね。ありますね。まあやっぱりね、機械、まあ人が作るけど、まあ機械なんでね、結局はやっぱりもう、まあ、少ないやろうけど絶対バグはあるとは思う、まあ、なくはないでしょうね。うん、キレ売り割りヒヤヒヤやないかって。明日はね、キレ売り割りとキレ売り割りインター合同でやるので、まあ何か対戦しようかみたいな話してたんですけど、あ、じゃあ人数も多いんちゃいますまさか4台窓巻きとかもええんやったらやるけどな。うん、今日ラッシュ入らなかったら窓巻き打ちたくなくなってしまうって。あー、ハードル上がった。はい、中志今日おめえ最初から見れへんかったから俺たちはやって、お願い、俺たちはバディだ。ありがとうございます2回目いただきました。はい、お出迎えは窓マギコスでお出迎えお願いしますどうする、桃屋さんは何しようかな。じゃあマミさんやるマミさんこの女の子、黄色いね、髪の毛の女の子がマミさんって言うんですけど、そうそう、ちょっとおっぱい大きくてね、ちょっとこう髪の毛巻き髪の女の子なんですけどね。中志もし、ま、やるんやったら何やる。え、コスプレ？こん中の5人やったら。いや、誰やろうな。なんか中志、マドカ似合いそうやけどな。マドカ？マドカ、マドカ、ピンク色の。いや、まあまあきつない。ほんま？いや、結構一番ハードル高いで。ほんと？なんかマドカ似合いそうやなと思ったけどね、もしやるんやったら。いや、なんかさやかぐらいやったらまだちょっとショックとがあったやし、ちょっとなんかどうにかなるイメージあるけど、ピンクのツインテールはやばい。さやかでもええで笑ってやった。いや、中志やったらいけるいけるって。いやいや、ほんまにやってくれたら見に行くよって、ね、いや、もう来た時のもうなんかしらーみたいなだけはやめてほしいな。いや、トミーの金のあのタイツ再来やら冷たい目だよ。いやいや、でももううちの店では、うちの店トップバッターやったんですけど、ですよね、謎の手応えはしっかりと掴んで帰りました。一人だけな、トミーだけ手応えよく分かれへんけど、あれ動画見てる限りすげえあれやったけどな温度差すごいな思ったけど、ちょろ動画で撮ってくれへんって言ってました。見せたんやね中志の窓か許せるって言われて。いや、私も窓か絶対似合うと思う、中志こんなかやったら。いや、もうとりあえずすね毛剃るところが初めだからいや、もう本格派やな男性用 LL サイズ魔法少女マドカマギカ、これアケビさんか、アケミホムラっていうかな、7600円で販売中。安っ、意外に安かったな。確かに、あれかな、魔法少女のコスプレの方かな、なんか制服バージョンとあって、制服の方が高かったんやったかな。あ、制服の方が高いん。なんかね、多分そのコスプレの会社によって多分違うと思うんですけどね、値段が。やっぱクオリティむちゃくちゃ高いやつはやっぱり高いもんな。お、スタンバイ、保留変えてくれたりしますね、これ。そうですね、これも2人が、2人おったらね、スタンバイ2人とかね、マドカやったらこの間2段階上げてくれましたね。なるほど、まあ、これはさやかちゃんやから、まあまあ、青保留止まりせいぜい、マドマギコスやったら一緒に写真撮ってって言われて、ね、やろうやろう、広めてあげて。やばいな、もうなんかどんどんやる方向にまあまあ、だって今月いっぱいは一応ね、ハロウィンですから。ああ、確かに。それの手ではできるよね。いくら気持ち悪いとか言われようが、いけるよね。いや、もうやるってなったらもう社員全員巻き込むけどな。誰かキューベやるって。一日全身真っ白。そうそう、一日キューベの過去すらかね。出た緑ホリュー。ホムラのタイツは550円で別売り。素足でもいいよ。ああ、ちゃんと取らない。550円か。男性用のあるのがなかなかきついです。確かに。でも最近だん、ね、そのね、コスプレサミットみたいなのも多いから、結構男性の方がこうやってるのも多いけどな。出た激アツの緑、いつもの期待できないふり。もちろん通勤もそのままでお願いします
大丈夫、なんかもう土地柄そんな感じのあれじゃないで、なんか湿気じゃないで。お前ね、すぐ噂されそう。そこのあそこの人なんか変な格好で歩いとったみたいな。確かに。遠くから行くから早めに予告してね。あ、ハロウィンの時はね。明日やるやったら有給取って行くわ。速攻。そうやな、私はどうも中氏はまあなんか外人に合うかなと思うけどな。桃屋さんがな、結構身長あるから誰がやるな、京子さんの方がええんかな。じゃあ京子さんって今この女の子ね、桃屋さん、はい、ダンスしてる子、この子が多分確かの一番背が高かったと思うんやけどね。通報はしとくわ。まだやってない、まだやってない。そもそも悪いことしてない。そう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 、今からエンターテインメントやからね、はい。あの YouTube ライブもね、コメントいただいてたから、ちょっとどこか、ストーリー10はもう誰にも頼らないが 68% ぐらいありますと。ああ、じゃあ、はい、やっぱ熱かったっす ね赤保留 30.4% に対して金保留 80.7% なんで 50% 間違って、そうそう出ない、めっちゃ差が、そうそうそう、そら出えへんで。金保留は確かにまだ見てないな。昨日もなんかね、関東は赤保留で当たったんやったかな。あ、まあ赤ホールでも当てとかなあかんなって感じやもんな、ほんまで。どうせやるならメイクも完璧にってやってますね。いやもうそうなると、いろんな人のちょっと力を頼らんことには。いやほんとに、中氏は窓か、桃屋さんは京子でやろう。ピンクとハト。いやでもちょっと京子とかまだよくない、ちょっと、ま、やっぱピンクのツインテールはまあまあハードルが、そう高いっす、ね、ほんと。いや私は中氏一番似合うと思うで。窓か絶対似合うと思う。キャラ保留来た、あれやね、これキャラ保留というか魔法少女保留で飛び出したらキャラ保留に変わるみたい。そうっすね、で制服と、なんか魔法少女バージョンと、そう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 、コスプレじゃない、コスチュームキャラね。中氏は絶対似合うと思う。金ソウルジェム保留、魔法少女集結カットイン、マドカストーリー外してきました。いやー、なかなかお熱いところを全部、いやもうこれはやめよう、やめよう、そこはその日はやめよう、もう。持ってないわ。アイドルのコンサートでは推しのコスプレとかあるみたいですよ。すごいね。え、それをしていくってこと？まあ、例えば、その、ももクロさんとかやったら、あれなのかな？ももクロさんの衣装とか着るってことなのかな？すごいな。いや、すげえわ。もののふ、やっぱすごいね。いや、違いますね。うん。中氏、大丈夫。昔はウエスカーが小学生コスプレしたりして、寝る歩きしてたから大丈夫。大丈夫の意味がちょっと分かんないけど。あれね、なんかあの小学生のってか小学生かな、なんかあの黄色いキャップみたいな、はい、そうそうそう、だからあの周りの天井人は一応男の子の、コスプレやけど、なぜかウェスカーだけあの女子のあの小学生のコスプレをして、ちょっとあの通報レベルになったのがありますよね。ちょっとスカートめくりされて喜んでたけどね、やばい、やめろよみたいな言うてた。ちょっとなんか想像できるもんな。そう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 、それ確かね、寝る歩きの様子はあれら、私たちあの動画撮影行ったからさ。もうなんかすげえ楽しそうにやってた覚えてるわ。子供店長再び、確かにな、山形から見てますよってことでね、 ありがとうございます。はい、そうか、結構演出偏ってんね、当たったよって人もいれば、やっぱりちょっとね、外れたよって報告もあるんで、悪魔ホムラ背景がやっぱ出ないとダメなのかな。いやー、でもそれ一本だけとかなるとちょっとつまんないですよね。そうですね、結構前半に出てくるし、あれ、ただあのホムラゾーンはほんまに熱くなかったな。結構チャンスで 30% ぐらいあるっていう風にちょっと雑誌は見たんですけどね、そんなに何もなかったね、8点ぐらいやったね。単体だけじゃちょっと悲しい感じなんでしょうね。魔法少女カットイン 48.7% あるけど平然と外れます。一番強いのはキューベカットイン、前作 76% ぐらいやったけど今回は当たり濃厚ですっていうね。おう、キューベカットインも見てないな、そういえば。まあそりゃそうやな、見てたら当たりやもんな。確かに。桃屋さん今何回転ぐらい回ってますか？今2800です。残り100、180回ぐらい。いけるよこれ、行こう行こう、大丈夫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 かな。キコちゃん中毒者ですね。中氏頑張ってよーってね。ラッシュ確かに見たいよな、こんばんは、ね。奇跡も魔法もあるよね。魔法は分からへんけど、奇跡はあるような気がする。もう確率10倍って言われた。中氏最近どうよって言われてるけど。どういうこと。ざっくりすぎて、なんとも余裕やけど。どうよって言われた。そうやな、とりあえず金系赤系の保留来たらはしゃいでいいってことでいい。
はしゃぎたい。はしゃぎたい。2800だって。こんばんは。今日当たりましたか。あの中市の台がね、初っ端20回転弱ぐらいで当たったんですけど、ちょっとラッシュ入んなかった。そして桃屋さんは今あの台をあの引き続き温めてるところであります。そうそう。ちょうどね、中市10分で当てるよねってコメントだったから、まあ10分ぐらいで当てたね。確かに早かったね、今日は。岩手からこんばんは。ね、ありがとうございます。今日も新旧対決やったらええねんってコメントありましたけど。まあ、古い方のね、窓巻き横にあるけど、私また古い方勝つんちゃうかなって思ってるから、ちょっと怖い怖い。ホームランゾーンを直撃させろ。いや、頼む。無理？どこと、どこ打つねんって。あ、こっち？直撃させてほしい。ああ、入ったね。さあ、これ多分、ここかな。青保留のあれで行くんかな。さあ、昨日はちょっと期待できなかったホームランゾーン、あれは当たったうちに入りません。まあまあ厳しいな。うん、割も回収もあるよ。だってもうミドルタイプやから、やっぱり必然的にハマる確率は高まるよ。うん、ちょっと赤保留ぐらいまでは変わってくれんと困るな。確かにね。まあ紫までは行くんじゃないですか。あ、そうか、紫はねえや。そうなんですよ。せやせや。中市窓マギの、中学校の制服ね、男 L、8580円。お、赤保留来たよ。いやー、金が入らんとしんどそう。さあ、カットインが、あー、ほんむほんむ、しんどいな。もうちょっと入ってもらんとちょっとしんどい。そうですね。ソリーかよ。あー、そっち行っちゃう。あー、でも以上ホームランっすよ。はい。あとはチャンスアップどこまでつくかですね。さあ、攻めてストーリーいってほしいな。まあ、そうですね。あとはまあ京都誰か来るか、あとかあれですね、文字の色チャンスアップあるか。赤来たー。おおおお、あ、窓が来たやん。来たよ。しかもソウルジェム。あ、これこれは中市、これ体感どうすか。いけそう。いやあ、どうやろう。一応赤暑いですけどね。外れてもおかしくないかなぐらいの信頼感ですけどね。ちょっと暑い、ちょっと暑いが怖い。気持ち。ボタンボタン。40%と見た。いや、まだまだ椅子終わってないから。まだ分からない。図柄動くまでは。そう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 。窓とかがへーって出てくるかもしれない。あ、終わった。悲しい。おえ。いやいや、中市それ6割ぐらいあったね。え、そんな、いやいやいや、6割は言い過ぎや。いやー、ダメそうだった。参戦熱かったけどなーって。いやー、これがあなたの着る魔法少女の衣装ですよ。どっち、どうする？アルティメットの方にする？あ、ひでえわ。いやー、中市昔、JR 吹田駅前の宮戸店長の女装にウェスカーが嫉妬した件で一言お願いします。あの、マネージャー何目指してんすか。いやいや、ほんとね。あの、宮戸店長、むちゃくちゃ綺麗かったんですよね、女装が。ああ、そうなんや。顔がやっぱちょっと男前やし、はい、当時ね、まだ、だいぶほっそりしてはったから、あの、網タイツがエロかったんですよ。いや、もう全然ね、ウェスカーがちょっとバケモンみたいな感じになってたんで、多分写真持ってはると思うんで、よかったらね、ちょっと見せてもらったらいいかなと思うんですけど。あ、マネージャーのなんか女装は見たことありますけどね。そうそうそう、あの、バケモンみたいな女装してたからね。うわ、きついっす。また外れた。赤テロップ欲しかったね、これ。あー、やっぱテロップ白やと結構しんどいイメージが。今日の俺のリーチと全く一緒。4点牌まで外れた。うわー、わー。いやー、つらい。やばいなぁ。ハマり台頑張れ。お二人、急に寒くなりましたが、風邪ひいたりしませんかって言ってますね。この間ちょっと崩しかけましたけどね。あ、今はちょっと持ち直した。はい、なんとか持ち直しました。ね、今日は3度目の正直だからラッシュお願いします。いやー、入れたい。マジで。マユホの窓間際は77回のあたりで6万発出てました。すごいな。やっぱ波は荒そうですね、たぶん。中市の女装も見たいのでお願いします。いや、女装とかどうなんやろうな。したことあるんすか、今まで。あ、でも一回大学のバイト先の飲み会みたいなんで、うん、がっつりやられましたよ。やられたい。化粧までしてみたいな。ウィッグかぶってみたいな。中市似合いそうやけどな。あの、帰った時のおかんの顔マジで忘れられへんかった。あんた何ちゅう格好してんのみたいな。そうそう、もうウィッグとかの
脱ぐけどもうなんかもうバッチバチメイクされてるから。確かにね、ほんまやわ。やっぱり気候のにはラッシュ搭載されてないってことですか。いや、そんなことない。ちゃんと営業中当たってなかったらするね。はい、お客様はちゃんと、はい、あの20連ぐらいして今日お持ち帰りいただいてますよ。マドカストーリー外した時もホムラゾーンからでした。いやー、まあ、あれ単体だとしんどいかな、やっぱ、うん、ね。中 C が助走したらキリンのマサルと3人で写真撮ろうぜ。でっかいの欲しいね。今回はさやか、まみ、京子のストーリーは激寒なイメージですって言われてますね。ああ。まあ、まあ、さっきね、当たったのはホムラちゃんやったけどね。中 C、今日9時に店行って短時間でちょっと勝ちました。あ、ありがとうございます。中C に挨拶するのを忘れましたので、今度お願いします。あ、もうぜひぜひ、もう来た時に呼んでもらったら、店おったら全然出ますんで。いや、すごいね。9時から打って勝てるってすごい。うらやましい。おめでとうございます。最悪今日も無人君を呼ぼうということでね。あ、一応これフラッシュなってるから、ガスはなさそうやと思うんですけどね。上からキューベー出てこんちゃいます多分。出てこい、出てこい。あとはキューベーボタンが絡むかな。この次か。このね、期待してっていうフラッシュほんま期待できないですからね。そうなんすよ。まあそれが鳴ってるから多分ガセはないと思うんですけどね。さあキューベボタン、はい、さあ保留ミーの方に。いや大丈夫、まだまだ無限の可能性を秘めてるから、ま、ね、キューベボタンで、ね、緑はちょっと寒いよね。期待しちゃダメ、いい音。はい、安定の緑。いや、もう一回上がるやろ。はい、ぐらい。今、さつまいも食べてる。美味しいってね。今日、もしラッシュ入らんかったら、二人清掃員からでお願いします。清掃員別会社の可能性もあるかねえかな。恐ろしい。ちょうどうちの店、清掃さんおらしい。あ、ほんと、二人。しばらく清掃。あ、ネクスト3回。期待できないホムラランプ。いや、ほんとにね、ホムラランプは全然あったな。いやー、今日負けたらカップラーメン食べよう。店内のやつは食べよう。窓マギのシラ2日間の YouTube のサムネお疲れということで、ね、まあまあまあ、でも昨日はね、一応初代は当たったからな。緑のままか。仕置金3200ハマってんのを閉店前に見ました、ね、あー、まあまあ10倍ハマるか。そうですね、たまにアマデジでも1000ぐらいいってるやつある。いや、ありますあります。ライトミドルでもほんと2000近いのとこもあったりするからな。まあまあなくはない。そうそうそう、パーセンテージにしたらまあほんまに薄いとかやと思いますけど、まあそんだけやっぱちょっと最近の場合波が荒いんかなーっていうのもありますけどね。はい、中 C ボタン早くって言われるけど、中 C ボタンあったらもう今当たってると思う、はい、もうあの一生当たってますよ多分。多分ね、あの生放送中に当てるよそれやったら。ほんまに。そう、こんな3日も気候なチャンネル窓曲げやってないよ。やってやってない、もう1日で終わってる。え、無理くせー、緑なかったな、はい、全然なかった。やだだ無人くん、ね、当たらない罰ゲームはご飯ですよ、顔に塗ろうぜ。桃屋さん買ってくる。確かに、窓曲げハマってんの見たのは1600でしたよってね、当たると思いますかって言いますけどね。当たってほしい今日は。ねえ、中 C ボタン欲しい。いやー、ほんまに、もうほんとあったらね、私多分次の保留で絶対当ててるわ。もう連打してるね、連打。いや、ほんまにそうよ。いやー、やばいね。負けたらペヤングが大事にしてるマドカとホムラ奪おうぜ。あの、豊中みなみのね、装飾で、ネンドロイドのマドカちゃんとホムラちゃんのね、ちょっと巨大化したやつが装飾で置いてあって。すごいな。そうそうそう。あれは本当に豊中みなみしかないそうなんで、あれいいなと思いましたけどね。もう緑という概念を、なくしてほしい。この台どこの店も結構こんな感じでね、なんか失敗作な気がするって言ってますけど、まあどうやろうな。まあある程度回転数がないと何とも言えないですけどね。まだ稼働したばっかりやからね。中市今日助走できないと。今日はね今日ちょっとな、そうやな、あの島村が24時間やってたら買いに行くんやけどさ。まあこの10月中にちょっとねできたらやってもらいたいね。ワイの知り合い初日に2万7000発で出たよ。いやーすごいなー。まあでもやっぱそれぐらいのポテンシャルはあるとは思うんすよ。やっぱり継続率も高いですし、振り分けもまあ右打ちはね1500発多いんで、
もう緑ええわって言われた。皆さんお分かりだろうか、桃屋さんの台やっぱり緑掘り多いんですよ。いや僕も思ってました、ずっとなんか緑掘り多いよね、やっぱり。怖い話みたいになってきたよ。そう、今ちょっと3日間でなんか勝手に窓巻き検証みたいになってるけど、やっぱり緑掘り多い台は怖いな。多分ダメですね。ねえ、中市の方言うてそんなに緑掘りないからね、はい、そんなないですね、うん、赤ももう 2回そうですね、1回出て緑掘りしか来ないです、まあ、そうそうそう、ほんで発展があんましんひんからね。319にしたのが前作と同じで間違いだった気がする。あー、うーん、まあ、だろうね。まあでも窓マギの前作も言うてあれですよ、稼働貢献はかなり良かったんでね。あれむっちゃ面白かったですけどね、うん、あのお店的には稼働は良かった方だと思いますんでね。ですね、うちまだ全然動いてますよ初代。お、いい感じからのまさか緑まさかのまた緑やったもん、嫌やなマジで。いやでもそれ大体青か緑やな。そうやねんな、これで赤とか見たことない。出た、よいしょー、緑よいしょー。緑よいしょ。バカ緑バカ。また緑やないかーって。319だからこその出玉。そうなんすよね。そうそうそう。1500発で継続率 80% でね、319やからできるんやな。3000回転までどんだけーって言われたけど、あと140回ぐらいかな。140回転ぐらいですね。いやー、3000まで行きましたか。窓マギの不調台、緑出まくる。中市、ネンドロイドでトミー作りませんか。ネンドロイドトミー。需要あんのかな。そうっすね。なんか、いやでもなんかマネージャーめっちゃ喜びそうっすけどね。いやもうそれ個人的なあれ。完全に。エリアカート面白いけどね、もう、廃棄やでそれ。そもそもで、これ誰が金持つんすかみたいな。店舗でもって言われたらもうえらいこっちゃ。そもそも保留の色を変える必要がどこにあるのか。まあそれも期待度を上げていく、あまあ演出の一つなんやろうけどね。まあまあね、保留変化はええと思うんですけどね。そうそうそう、赤ぐらいまでの頃が一番面白かった。まあ過去メーカー柄金とかね、もうああいうのがわーって出てきたらもうやっぱね、どうしてもなんか格下げになるよな。あと15分でコスプレ決定だけど、それでいい？それでいい？いつの間にそんな話言われてる。いかだに近くの幼稚園の子のトラウマになるから女装はやめようみたいな。うー、先生、なんかあそこから変なおっちゃんが出てきた。おっちゃん、お姉ちゃんかわからんけど。シンフォギアの方がまだ期待できる緑とね。まあ、シンフォもまあ、50回、1回ぐらい当たるかもしれない。緑はダメ。スロット緑しか見たことない。確かに放送3日目でもスロット演出は緑多かったな。私の地元は319は初めだけですぐに稼働がなくなる。まあ多分お客さんの層やと思いますね、これはね。あの、そうそうそう。窓曲げもだからその、なんてやろうな。やっぱりこう北斗とかが強いお店もあるし、こういうこうバラエティ半減が強いお店も多いあるし、本当にあの適性っていうのあるから結構難しいけどね、これはね。緑はダメ。昔は500分の1売ってた場合は319余裕って言ってますけどね。エヴァンゲリオンとか500分の1でした ね。そうそう、ヤマトね、大ヤマトとか、ね、大ヤマト、懐かしい。そうそう、私もね、あんまりマックス機とかは売ってないから、やっぱね、319になるとちょっとハードル高く感じるけど、一番ミドル売ってた時って、あの本当にエヴァの首都再びの時やったからな。あれ349の、そう確変な 65% とかやったんでね。あれでもでもだいぶハマってたね、当時も。2000とか3000結構見たけどね、やっぱりミドルやなとか思ったけどね。君たち弾けなきゃスペックの意味ないぞって。ミドル保留は外れ。赤が激アツだった頃に戻してもらいたい。遊べないパチ。中市コスプレするならいつやるとか言ってね。コスプレかぁ。いやもう、窓かやな。ピンクツインテールは可愛いと思うよ。中市のツインテールは可愛いような気がしますね。個人的には。どこまではめれるか検証。期待できない。いよいよ手入れしだすレベル。いやいや、本当に。あの、時間短縮だろ。期待できない保留変化意味がないよね。まあ、その、今ね、多分もう視聴者の人とかはもうだいぶその時間効率の話とかは知ってはるかと思うんですけど、まあそれも多分含まれてるんかなと思いますね。
店長呼べって出てきて言って出てきたのが窓がコスだと怖い逆にちょっともうおおってなるやんなんかちょっと怒るに怒れないというかそうそれでおーおーおーってなるよねちょっとあんまり関わったらあかんのかなって思う今日窓まぎ埋まっててマクロスデルタ打ったけど万発出てそれはそれでまた良かったと思うね。あ、まあ、やっぱね当たって出ている時は一番楽しいですからね。いやそれはね何の台もそうですけどね。コスプレするならツイッターに上げてほしい、うん、いや上げてもらいましょう中市の店ピンクついてるはきついでピンクついてるねこうやってほしいな中市の店は緑保留出てきたらクレーム言っていいんですかちょっと待ってくれそれも機械の問題ですと割合が出る割合ちょっと多すぎる逆になんでミドルホリュー出したんですかとそうそうそれは強楽さんに言うてくれてあるからなそうそうお店とは何の判断もできひんよねそうやな中市放送で当ててしもたからプライベート行ったら負けるでーって言ってますけどねほんまねなんかもう放送でゴッドとか引いたらしばらく勝てんからないやいやほんとね閉店後フリーズとかもう最悪よ確かにな次の日からちょっとあれやな1週間ぐらいはちょっとまた引き止めなあかんね。もう寝台入った時とかちょっと閉店後にねどんな感じなんやろうって打ったらフリーズとかね。ねえ、初日に打ったけど波が荒い台やと思いました。まあ確かにね、ラッシュも入れてそのすぐ連ジャンするか言われたらまあ分かれへんしね。だとその代わりやっぱ継続率が高い台はやっぱりそれなりに波はあるような気はするな個人的にはね。はい。こんばんは。モッサンがエリマネに昇格したから中市も早くエリマネになろうよ、ね、いや僕は全然まだまだっすねまだまだいやでもね、うん、よかったっす一緒にやってた店長がですよね、はい、関東でね頑張ってなりはりましたんでね放送も どこのエリア持ってんのやろねモッサンね今ちょっと関東の方のエリア情報が全然ないからねあ高橋親分も今どこなんとか言われたんやけど私もちょっと知らへんからなまた放送出てくれると思うけどね中市ね最近まあマネージャー出ることも少ないですもんねそうですね関東もまあその夏とかはね結構みんな集まってってやってはったけど多分そこからまたいろいろ変わってるからまたね出た時に今こういうエリアにいますみたいなのはお知らせあるとは思いますけどね中市ってあの中市どの中市どこまで噂が響いて轟いてるのか。マミさんの金色は心臓に良くない。いやこれちょっとね黄色なんやけどたまにちょっとうってなってもあるよね。先でまた期待してって言ってたけどこの保留のことでいいんかな。千ハマリは普通にある。2700も見たよってね。あ、堤マネージャーは出てくれたよ。そうやね。堤さんは早かったね出たんがね。また緑かなーってなってね。次は青ですね青かもう青で止まれみたいな感じになってるいやいやもうほんま一緒やもん緑以降が緑ね青以降が一緒やけどあんま変わんないですからねあでもスタンバイ来たね緑かな多分緑、ね、緑保留かな、はい、あれ夜行った夜行ってないか先ね夜行くかなって私も思ったんですけど行かんかった行ってるよ行ってるね、まあ、あんまなんやけどなんかあハマリ台の夜背景やなって感じあやばいこれはおおおおえ赤見たおおっていうほどおおでもないんやけど多分あちょっと待ってあーまた本村ちゃん悪魔本村みたいなあれまだスタンバイやろはいまだもう一発なんかあれやん金来るあるでこれただねこういう時に限ってね保留変化じゃなかったりするそうそうおハマリ台初赤来たやんけいやもういやもうこの発展しさとかやったら嫌やなスタンバイありそうもうそうなったら余裕やねこれ仲間でああ赤身微妙やんな夜行ったけどなとうとうあ当たってしまうのが今2900回まだ出てこんといてほしいなうんちょっとまだもうちょっと我慢してほしい、うん、おいいよまだ出てこへんであモッサンは小田原でしたよああありがとうございますさあどのリーチあストーリーではないのか魔女マミさんバトルどうなんすかやっぱ弱いあステップアップの方が大事かなあマミさんお察しって言われたちょっとしんどい共闘も厳しいこれあれじゃんテロップの色変わるんじゃんボタンすげカットイン
おー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 、なんとも言われ赤ソウルジェムようでんな。おー、京都なんかさっきの中市と一緒やな。大丈夫か、白文字やけど。いやー、ちょっとしんどいけどな。チャンスボタン、わかんないですね、このライブ。わからへんで、復活あったり、なかったり。ちょっとしんどそうやけどな、復活。な、赤なんかそんなもんやと。いやー、まあ、そりゃな、いろいろは弱かったけどな。ちょっとしんどかったかな。ちょっとマミさんのリーチやっぱ弱いんやな。ストーリーいかんとちょっとお話にならへんみたいなイメージは。無理ーってね。そんなんで当たるなら3000も回らへんから。いや、分かれへんやん。当たる時って意外とね、はそうあっさり当たったりするやん。こんなんでみたいな。そうそう、外れた。昨日も言ったけど、マドマギプロは赤保留ではドキドキしない。いや、まあ分からんでもない。あ、夜はならない。あ、ちょっともう一発疑似ないか、ないな。知ってた、さやかちゃんのマミさんがグイグイ来る台は無理。さすがじゃあハマり台の特徴ってことでいいんかな。あ、でも昨日あれですけどね、さやかちゃんで当たりましたけど、ね、そうなんや、はい、セリフ変化あればな。そうそう、赤文字でもなかったっすからね。ヒンテロップで出たけどね。やばいな、マドカ。昨日はマドカストーリーでもね外れたしな。ミステリオッソとマゲアを BGM にできるだけで打ちたいっていう人もいますね。いや、今日はさあ2900回当たるのか。さっきのワンちゃんやったんかな。はい、今からスマドカレーいじめ小学校まで行ってきて。嫌やわ、もう閉まってるし絶対。ガチでバドバギ呪われてる。さやかまみで当たる台はいい台のイメージがありますって言ってますね。手貸しのライトミドルしか打たない私、アマ打つとライトミドルの方がいいな。あ、ミドルはちょっと無理だっていう人もいますね。地元のパチ屋はマドカとかマミとかコスプレやってはりましたよーってね。女の子がかな、これは。いや、女の子がやる分にはね、かわいいよな。ものすごいいいと思う。いや、男のマドカ見たいっしょ。ちょっともうおっさんはダメやろ。時短100回ないミドルは次まで追いかけるのがしんどいね。そうそう、だから間の間際がミドルで出た時それを言われてたんやけどな。まあ一種にし今後はね、はい、基本もう時短ないと。それはしゃあないね。中志や窓まぎのキャラは誰が好きなんですか。あー、悩ましいですけどね。僕穂村ちゃんも好きですけど、京子ちゃんが一番好き。あ、そうなんや。ちょっとどっちかというと気が強い系というかね。あー、そうですね。ちょっとあの一匹狼系じゃないけど、今朝出勤の時ガチの窓まぎのいた者がいて通報しかけちゃいました。あれ通報はしたか、通報はしたかけど。まあでもすごいね、いた者な。あれ結構メンテナンス大変やと思うけどね。いやー、大変でしょうね、あんな、すごいと思うわ。綺麗な人なら男でも大丈夫。俺の近くのホールハロウィンで男がスカート履いてコスプレしてたでーってね。どうなんやろうな。でもほんまに綺麗な人綺麗ですからね。そうそう、男の人でもね、あの映える人いますからね。桃屋さん、中島店長にカレー無理やり食べさせられたことないですか。ないから。ね、美味しいカレーやったらね、なんぼでもやけどな。そろそろラッシュ見せてくれてよくない。いや、ほんまね。いやー、ほんと、今日も希望もずっと持ってる。ラッシュ入れたいっつって。いや、ほんまや。ストーリーのしないとそんな落ちてんのかな。ね、ここ2日間で期待して、で、当たったこと絶対ないもん。で、期待はしちゃダメ。中志はお店いたらすぐ見つけれるって言ってますね。ということ、店長オーラがあるということでいいのかな。はい、ああ、ごめんか。やばい。夜の見た偽存はない。今日はコネクトを聞けると聞いてきました。コスプレ決定でお願いします。あ、やばい。時間稼ぎが。意味不明。中志可愛いから窓かに似合う。今日子は男前やから好き。うん、いや、一番栄光っすよ、京子ちゃん。一番栄光、一番栄光やわ。なんかどうなんやろな、私、なんか個人的な、あのあれで、やっぱ、ホムラちゃんとマミさんが人気あんのかなと思ってたんですよ。ああ。なんかマミさん、ちょっとこう、お姉さんな感じじゃないですか。あ、確かに。なんかそういうのが人気あんのかなと思ってたんですけど、
っぱあれなのかな、京子ちゃん、あどうなんすかね、ちょっと作中やと退場早かったっすからね。そう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 、映画版とまたちょっと違うというのはね聞いたんですけどね。巨人がソフトバンクに勝つ方法を教えてください。今何勝何敗なんすかね。今日も負けたんちゃうか。あ今日負けたんすか。じゃあ2敗か。そうですね、明日勝たんとやばい。明日ないのか。そうやな、でも巨人やっぱ短期決戦弱いんかな。ソフトバンクが強すぎんのかな。いやソフトバンク強いですね。でもね、ねなんかあ3敗目3か明日負けたら終わり。きついな、きついな。こっから劇的に4連勝したらもうすごいことになるけどな。いやもうでもね、阿部引退ですし、あそう花持たせたいよな。最後はね勝ってほしいなとは思いますけどね。いやもう明日から全勝せな無理。ソフトバンク2位通過なので。そうやねんな、クライマックスシリーズやっぱ得意なチーム不得意なチームってありますもんね。長期のシーズンで考えたらねこう戦略も考えれるけど、短期で短期はね、なかなか実力だけではみたいなところも。セリーグ弱いよね。巨人はピッチャー育てんと勝てへん。阪神負けた瞬間に見なくなったまあそれは阪神ファンやからやろうけどね阪神今から優勝できるお、入賞時フラッシュが一応マミさん保留で。いやいける。ちょっとね、魔法少女の方までなってもらわんと。そうですね、ちょっと飛び出て、そうそう飛び出てこないとね。波なんてないとか言うけど、自分的には丸大に限ってハマる説あるあるあるいやクレーム用として窓かこすきたら目を泳がせながらそのまま退店しそうやっぱ半券に愛着ある台は面白い、私はハイフリが好きなんでハイフリ面白いと言ってしまいますね。ああ、それはでも分かる気しますね。やっぱ原作好きなんは台は、やっぱ自分のね好きな半券がやっぱ台になるとやっぱ楽しいですしね。巨人はロッテより弱いマミさん放流は絶対ないって言われた巨人の中島はユウスケの兄貴ちゃうやろあ、これで痛み言うてんのかな。お、あそっち、そうそう、この中島さん痛みやもんな。なんかぼ、そうそう、多分それで言ってはったんかな。平方やから。あ、スタンバイ緑かな。あ、行ってまうな。もうこっから連続動くはないんか。いや一応まだネクストはありますけどね。こっからでもそこの歌が一応マギアやったら一番チャンスなんですね。中地最初の勢いどこ行ったんあ、ネクスト、ね、某公式マドカ漫画ではホムラはマドカの弟と結婚して合法的にマドカの妹になります。やばいな、天才の発想やん。マドカ好きすぎてか、そばに降りたいからか緑ちょ、あと1回ぐらい攻めて変わってくれへんかな。ハマり台当たらんかったらその救命役務の視聴者プレゼントでお願いします。外すん大変やね、おもやさん。これ首取れそうなんすよね、ほんまに。いや、ほんとに。あー、きついなー。今は、あと50回で大台乗ります。そうっすね、まあとりあえず3000まではゲロ吐きそうせっかくなんで行きますかはい。あ、窓か。いやもうこれ4とかなってくる、絶対ないから、ね、4もない。え、ないですか、4。ないないない。あー、カットイン。まあ、2回ぐらい入るんですけどね、カットイン。今日も当たり見れないのか。1回当たった、1回当たったよ。3000当たらないって誇り持てる。3000目指す。ユースケ、痛みのお父ちゃんが、はよ、顔見たい言うてた。ミード。きつーい。きついところではない。いやー、チャンスアップないもんね。いやー、きついね。パリーン。なんかあれね、魔女バトル行ってもやっぱりあんまりあれなんすね。なんそんななんか魔女やからとかないんや、ね、ない気はしますけどね。ビームーって言われた。まあ共闘ない時点でちょっとがっかりや、ね。サムで3000回で行こう。モザイクかけとこわ。落ち着け、当たらん当たらんって言われた。時間読んで台も当ててくれるんちゃうって言われたけど、だからが難しいな。いやー期待して大なってきたな。
緑保留頻発で吐き気したんで色保留変化なしカスタマイズで打ったら無心で打てたおすすめです。まあ結構台によってはね煽りが激しい台があるんで、カスタム必須みたいなのもありますけど、あると思う。京楽さんは私もカスタム用するからな。あ、タイマーかな、これは。ちょっと長いよ、2時3。そうね、ネクスト3回したかな。この次のネクストあたりで出てきそうやけど、赤タイマーもそういえばね、見たことないもんね。もうちょっと熱いらしいですけどね。京子はいいお母さんになる、家庭環境があれだからその分家庭に尽くしてくれるよ、期待してて、どの口が言うとるんや。タイマー51秒外したよ、きついな。51秒ってあれじゃん、なんか発展リーチ、ね、いいリーチ発展ちゃうの。よいしょ、緑よいしょ。やっぱあれやな、町内はやっぱ緑なんかな。もうカマンベールばっかり打とるやんけ。2999回転目で当てれたら奇跡。俺はその奇跡みたい。ちょっとかっこいいな。2999の奇跡。サムネイルそれやん。新劇場版ストーリーみたい。これいやー、くるみ割り出してほしいね。まだ見たことないな、くるみ割りは。ねえ、いつも期待してるよ。あと、エピソードやん。あっちの、新編の方の。当たりゃ。当たりやらしやけど。そうやな、これだからくるみ割りの方行けばいいんだけどな、だいたいナイトメアやもんな。さあさあ、むちゃむちゃ必殺技名みたいな叫んでる。中しエピソードやけど緑やんな。これナイトメアですね、ナイトメアかな。判断基準になる。いやー、ナイトメアやな、きついなー。 10% ぐらいやったかな。いや、エアバイブ出てない。シレット風来てない。キューベちょっと覗いてない。赤タイマー 99.99 秒は当たりました。あ、多分これほぼほぼ濃厚じゃん。ほぼほぼ多分あれでしょうね。帯が赤くても信用しない。 10% 紫もあるのに緑止まりで変わった。紫がなえるってね、期待してて緑保留出せよって意味かな。ネクストタイマーはほんまいらんで、ね、最近の台多いもんね。ストックもネクストしさとかあるもんね。ここまで当たらんかったら逆に3000回転手前では当てたくないって言われてるけど、これ当たったら逆にすごいね。まあ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 ね、でしょうねっていう。そう、直撃ラッシュ行くのにね、そんな甘くないよね。これ当たったとこ見たことない。今 10% 以上、 10% もないと思いますけどね。もう一個の方 あのストーリーやったら熱いみたいですけど、初代のウルトラマンは3000手前の台座って押す位置で当てたことはあるってね。初代ってことはまああれじゃん、マックス以上の台じゃないですか多分。ああ、でも初代どこまでやろうな、ね、どこの初代やろ。そうそう、どこの初代やろうね。打ち止めボタンが絶対親指で止められへんウルトラマンとかあったんですけどね。判断基準になる。夢もラッシュもないんだよ、でしょうねって言われた。とりあえず3時間打ってラッシュ見れてないんだけど。さ、引き弱ってことでいいですか。いや、ほんまね、3時間当たらんことはある。確かに一、ね、人打ってて、うん、まあ一回当たったけど。そう、ただちょっとあれやねんな、まあまあな人数で打ってるっていうとか問題。いやいや、ほんま明日4台まどまげでほんま当たらんかったらもうそれはもう謝罪会見せなあかんな。その次の店舗が。いや、申し訳ございませんでした、ね、もう初っ端キューベーメイクしてもらわなあかんかもしれない。皆様の貴重なご時間をいただいたにもかかわらず、申し訳ございませんでした。先々の店舗がお前、ね、サムネで釣ってすいませんでしたとか。釣ってないけどな。初代はあんな簡単にラッシュ入ったのに。あ、昨日はね7点でそのまま当たったからね、あれをこっちで見せてほしかったな。くるみ割りの魔女リーチみたい、あれほんま出ないけどね。あ、まあまあ言うてラッシュ直撃やし、そうそう出ないでしょうね。中市見れたからいいよ。謝罪会見終わらって。正確に言うと4時間半やで、中市。お、小村さん、桃屋行こう。今2969回転。さあさあやってきました。桃屋のターン、はい。先からちょっと桃屋さんの台はね、荒ぶり出した。
そう、この3000手前にして、まだまだこっからっしょ、出た緑保留待ってたよ。いやちょっとまだこっから上がっていくやろ、さすがに。ちょっと赤にはなってほしい、赤にはなってほしいね。いや大丈夫、まだワンチャン上がるから。今びっくりした、あーって言うからエアバイブなったかと思った。じゃあ赤にはなろう、これ緑やった、めっちゃおもろい。出たー。いやまだまだ保留変わるかも。あ、キューベ来たよ、あ、キューベ来たよ。おー、出たー。熱い熱い熱い、あるある、ワンチャン、ワンチャン、4、5割弱、5割弱、5割弱。あとストーリーいて、ストーリーいて、ストーリー、おーストーリーいたよ、よしよしよしよ、おー京子、あれこれ桃屋さんのコスプレ姿絶唱ちゃうねあれ、私今日見てたらガンツのフラッシュ見てたんよね。いいよ魔法少女駅、この謎のコークスクリュー感。いやー前までめっちゃ熱かったのにな。ストーリーいくってことですねこれね。そうですね、はい、5点、5点、え、これはさやあ、じゃあこれ、強固ストーリーっすね。さあどうや、でも緑保留、これ外したら明日から稼働停止それは勘弁してくださいあー、あー白、まあ、白、まあ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 、いや演出中のチャンスアップが欲しいですね。強固も終わっとるやろって言われて、これで終わる。赤に紫、紫か、小村か窓かでワンジャン、強固はない。これでも白文字のまんまってどうなん？しんどいな。しんどい。これもやっぱあれ赤いかな。そうですね。せめて赤は欲しいかな。外れるやろな。外れるやろな。チャンスアップゼロやな。いやここです、どすげえのが入らんな。うんはんはん。赤普通。ボタン連打せーって言われた。知ってたけどまあまあ知ってたけど当たってほしいよな。4割で終わった、今2970回、スンおえおえあんま熱ないんかな今日。え、今日じゃあストーリーリーチ何回目や、ホムラと京子と京子11か2分の1でバトルが0、金だけやったら弱い、まとまききつ厳しすぎる多分リスナー期待してたやつ、厳しい感じやな。いやこのままでいくとホムラゾーンで当たらへんやんってなるわほんまに。まあ保留一応な、上がっていって最後ソウルジム赤になんのかな、あれ赤まで行ったけどな。いやもう今日朝まで打とうぜ何回ハマるか、朝まで誰が付き合ってくれて当たらんかった時どうしようっていう心配しかない。もう泣くよねしかも明日普通にみんな仕事やよ、昨日やったらねまだ次の日祝日やからって言えるけど、3000回転だと世界新記録ですから。いやいやそれは上には上がおるでしょうけどね。いやまあ、ごめん、正直やっぱね、放送中に3000回転以内にも当たるかなって正直ちょっとどっかで思ってた。ああまあ今もちょっとまだ20〜30回ぐらいあるから、思ってるんは思ってる。3000ハマりそう。悪魔ホムラ背景出そう。いや、それ出たらほんまに熱いですからね。逆にそれで外したらもう今日、自己サムネで終わる。今日もまた。中島本田翼のモノマネっていうコメントが唐突に来ましたけど。いや、かわいっすよね。LINE モバイルとかいいっすよね。あ、それをやれってことこれ何なんやれってこと、あのドラクエの CM やってる時が究極にかわいかったっす。かわいかった。街角魔族。あと、中島君当たらんかったら1週間3000円で過ごしてもらうから。1週間3000、まあまあしんどいな。1日500円使えないもんね。いや、きついな。当たりあるある。眠いけど気になって寝れない寝れない楽しみにしてたけど外し方がえぐくて頑張れる勇気がなくなりましたいやいや、あのこれは皆さんのネガティブイメージを多分うちに行ったら多分その邪気は全部あのここの放送で吸い取ってるはずなんで頑張ってください、うん、あとあのあれですね、もうこれぐらいじゃ当たらへんやろみたいな心の準備もできますんで、目論みが甘いとは言えんないやもうまあもうええやろ、もう当たるやろってね、まどまぎは適度に楽しむ遊びです。3倍ハマりまでは許容範囲やけどね、まあ、3倍はね、はい、ザラにセットせず翌朝開始
本田翼のモノマネしてよって言われてるけどバッサーか。でもちょっと俺最近バッサー熱がちょっと冷めてきたんですよね。あ、なんか新しい方増えたんですか。いやちょっとね今もっか検索中ですけど。検索中。本田翼オフ会に 1.7 万人。いや、やばいよ。今日か昨日やったかな。今日か昨日のホンダのバイクっていうのがね、オフ会やった。YouTube ですよね。そう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 。なんかあのゲームをなんか一緒になんか視聴者とできるみたいなのもなんかあったらしいですね。催しがね。俺もやりたい一緒に。行きたかったんかい。できたら3200バース。3200で10倍ハマりやからなーって。えぐいな。窓マギのリーチ外してラグビーのリーチマイケル選手に申し訳ないと思わないのか。ボーヤと中島どういうことやね。窓マギねパチ大好きだからうっさいけどこの3日見ちゃうと、あの邪気をねあの吸い取ってると思います、はい、3日連続で世の中に恐怖を与えとるだけだよ怖い。だってさ、だってさ、だってさ、リアルなんだもん。夜いた。夜か、夜か夕方か。確かにあの先ちょっとあれですね。あ、夕ちゃうな。夕方か。夕暮れっすね。夕暮れ。ここで。行ってほしい。ああ。出てこない。ギジらへんか。ギジらへんな。青保留。お。ないんかい。ちょたまになんかパチンコむっちゃ長い時ないですか。あるある。だからハンドルパッて離す瞬間に動き出すんであれが嫌なんです私。そうそう、なんか多分この間処理の問題なんですけど俺10秒ぐらい止まっとったことあって。うわもらったからのむっちゃ長いね。これゆらゆらしてる。あ、やったってなりますよね。うわ来たっつってなってたら復活するわ思ってたら最近10秒ぐらいフリーズして。さあ、桃屋さん、またスロットエース来ましたよ。いやもう絶対緑っすよ、もう言っちゃったんですよ。いやもう、もはやもうお家芸みたいな。いやまあ、3日で汚れが溜まって限界です。中氏はスイッチと PS4 買いなさい。中氏一緒にドラクエやろうぜ。ドラクエ、あ、でもね、今ドラクエウォークやってますよ、俺。あ、そうなんすね。めっちゃおもろいっす、あれ。森さんもやってる言ってたな、過去からのね。あ、そうなんすか。やってるらしいですよ。ただ一向に痩せてないけどね。絶望を振りまく存在が魔女ってね。いやー、基盤壊れてないか疑い出すレベル。いや、でもね、1日、だからその、昨日とかまでは、だから3日連続で違う店でやってるからあれやけど、まあ、丸1日正直回してたら、まあ、当たるやろうと思うけどな。神戸でもラグビーの試合あったんだよね。見に行きましたか。何をすか。ワールドカップかな、ラグビー。あー、いやね、結局行けずですね。行けなかった。ちょっと気にはなってましたけどね。チケット取れないよ。青ですけど。中市のパレードはよ。ヒラパーにいて気分転換。ヒラパーね。いや、ほんま、昔、いつ潰れんねやろ、こことしか思ってなかったのに。いや、あれはほんま、岡田くんになってからはね、業績うなぎ登りですから。いや、広報がね、優秀。いや、すごいよね。あの、ポスターも面白いもん。あっこの広報、ほんまにすごいわ。なんか変わったんかな、なんか分からへんけど。夕方背景、リーチだけなんやってね。シンフォギアって歌ってはダメで止まるよね。緑捕虜はやっぱりダメ。夕方はノーマル外れがほとんど。あ、夕方じゃない。まあ夜でも、うん、やからなんやねんみたいなとこはありますけど。この3日間見てると、この2ヶ月で20人、ゆきちさんが消えていったのも納得できるって方もありますね。絶不調。放送絶不調やね。できたら3000超えたらスランプグラフ。あと6回転で3000超えますね。はい、6回転で。中市シールはまだありますか？あ、ありますよ、まだ。あります。欲しい方は、ぜひ取りに来てください。ぜひぜひ。正直、日本でラグビーワールドカップがあんなに盛り上がるとは思いませんでした。まあ、でも、4年前も盛り上がってたからな、五郎丸さんがね、出て。そうですね。うん、まあ、今回なんか、勝ち進んだから余計に。そうそうそう。あとやっぱでも自国開催っていうのはね、こう好きになるポイント多いと思いますんでね。まあラグビー今までそのルールも分からへんかったけどね、たぶんあえてこうリアルタイムでテレビやってたらやっぱ見てみようかなってなるもんね。で選手もね、結構こう注目されてる選手結構出てはりましたもんね。花園近所やけど見に行かんかった。逆に人多いもんね、多分ね。あと3回。桃屋さん、カウントダウン始まってる。3000まで。あと3回転。まあでも、まあそうやな。ハマリ台の特徴がなんとなく出たような気はするな。赤でも当たらんっていうのは分かりました。
ソウルだってさ、ソウルジェム保留だって期待度一応5割強やで。まあなんやかんや、メーカー発表値みたいなじゃあんまり、そうそうそう、まあ、信用はできへんよな。すいません、この台って何待ちですか。ね、とりあえずゼブラが出て金出てキュンキュンキュンになったら当たります。いや本当そうやね、まあ何待ちっていうのもあれですけどね。まあ複合せなダメなんすかね、単体じゃちょっと弱そうな。最近の台数多いですね。まあここの放送では出てませんが、まあ、悪魔ホムラ背景、ゼブラ柄金系の予告で、リーチもまあ強いリーチでなおかつチャンスアップ絡むかな。まあまあハードル高いね。いや高いわ、ほんま高いわ。そう考えたら3000超え久々。ごめんさん、おめでとう。3000いきます。すげえなー。いやーごめん、正直当たる思ってた今日。さすがに3000いかんと思ってたな。2860何本ぐらいで当たるんちゃうかなとか思ってた。はい、はい、ちなみにまあこの前がね、あの20連の後なんですよね、正直言うと。確かね、ほんまや、20連してる。20連の後なんですよね。だからまあ確率って戻るね、戻るから分からんでもないんやけど、明日跳ね返りワンチャンあるんちゃいますかこれ。いやーほんとお客様来てください。もう分からん、ラミ荒すぎて分からん。桃屋さんをね、魔法少女好きにしようと思ったんやけど、いく。まあまあまあ、ラッシュ中おもろいんですけどね。中氏が当てないからアイス買いに行かれへん。ワイ当たった時はあっさりやったよ。でそうやねん、そのあると思う、あるんすよね。あれこんなんで当たんねんやってのも絶対あるもん。これでは絶対に窓際好きにならってわけで、4000狙うチャンス来た。追いかける台ではない。4000行くなったらもう明日の朝やな。いやほんともう今日か、日変わってるよ、もう変わりますね。まあでもなんて言うんだろうな、やっぱ回転数はそれなりに必要なんでね、難しいよなほんまに。まあ、もちろん本当にもうドカーンってこう連チャンする時もあれば、こうやって波理論もあんまり私あんまりあれやけど、まあ、やっぱりこんだけグラフ見てたらあるよなとは思うな。ラッシュ見たかった。仲間参戦だけで当たったよ。それはよっぽど好調やったのかな。4桁に3が来るって初めて見た。あら赤やで。お中氏来た、疑似さんやって。まあまあ疑似さんはまあ行くでしょ、行くでしょ。明日もまだまげ、もうええくない。ほんまに見てくれるんやったらやるけどさ、疑似さんだって。ああそうか、いきなりね。3000ハマリ、もう扉開いて手入れでフル回転で回さないと当たるとこ見れないよね。それは初代でも熱くないよ。3190回転でチャンス来るかも。きといきとい、めっちゃしんどいや。いやほんま、なんかもう緑しか見てない。いやもう緑しかねえ、緑しか来てないね、緑。窓曲げ明日無理や、今から撤去やで。いやいやもう逆にあれよね、強楽のメーカーさん来てもらって、この台で何埋まったらいいですかっていうのを聞きたいな。どうしたら勝てますか、どうしたら当たりますかっていうのを聞きたいな。この当て方が下手くそな私たちに教えてください。ご指南をいただきたい。あー発展はするのね、すんのかな。緑お待たせ。あらなんかちょっと強そう。あ進撃の方行きましたね。あーそっち、ただ弱いな、死ぬほど弱いな。またナイトメアかな、メーカー調整があります。入らよ、どうせあって紫かな。長し今んとこ窓曲げ楽しんでますか。いやまあまあ原作も好きなんでね、楽しいは楽しいですけどね、演出も刷新されてるんで。ただまあさっきの中氏がこの演出行く前、まあ赤のタイトルを絡んでたから、それが熱かったらね、ここで当たってラッシュって可能性もなくはないけど、ちょっと厳しいかな。ただちょっとしんどいな、だいぶしんどいな。くるみ割りの魔女見たかったな、どうせ。見たかったな。でもそれ最後の頼みの綱みたいになってるから、それ外したらもうちょっといよいよ
あ、ちなみに多分神崎川で初日やったんですけど、はい、その時まだ演出が全く分かってなくて、つい リーチか分かんなかったんですが、はい、あの人魚の魔女リーチ外れてましたね。そういえば、あ、どうなんやろ、暑いんかなあれ。一応5割やったかな。あ、まあまあ暑いですね。そう、あれ外してはりましたね。これだったら今まで演出何やったんやろうな。いや、でもそれがあるからパチンコって面白いんかなと思うけどね。たまにあるなんかサプライズ当たりみたいなんで。そう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 、あれ好きですけどね。ゼブラか金以外はドキドキしなくていい。うん、まあそんなもんよな。だってまあラッシュかかってた、やっぱな。今日は大丈夫やと思ったけど最初だけやったな。出落ちもええとこやったな。言うてまあ1時間ぐらいやな、1時間半。いや、3000超えてしまった。サプライズ当たりしたかったら海でいいじゃんって言われた。いや、海意外と分かるっていうね。あ、ほんと。あ、そうやね、中志は海好きやもんね。たまにあのボーっとしてる時にビタッと止まるのがたまらなく好き。はいはい、あ、そうですね、あれがサプライズね。中志のドエ最初だけやったら。いや、まあ、ちゃうね、当てる気はあるんやって。20回転ぐらいで当たってってんけど。いや、ほんまや、最初早すぎたんかな。じゃあ冒頭でお伝えしたように、あそこは最後に持ってきましょうか。あの、ちょっとうまいこと編集で、そうね、ちょっとあの文だけ後でちょっとね、読み上げたいやつだけ音声ちょっと別撮りで。キラパー兄さんに期待した私がおバカさんでした。いやー、やっぱね、ちょっとまだ3代目は遠いですね。安定路外れ。スプライズあたりはエヴァシと蓋の突発が最高。あのバリーってやつね。 あれは本当にすごいな。あれね、あれまたあの死と、あれだっけ、あの神聖だっけ、あれも入ってると思うけどな。そうですね、次また12月か。そうですね、エヴァ出ますからね。あれは楽しみやな。この3日間の動画、協力から削除要請来るんじゃない。いや、あのね、でも一つ言うとこと、だって他の動画丸1日撮っての編集点やからな。これ生放送やからさ、当たらでもしゃあないと思うで、逆に。いや、ラッシュ。今日のサムネ、キリンのマサル君でお願いします。中志、この台の増大率っていうか、増大、再販あんのかな。え、じゃあ完売なんすかね。あ、いやと思いますけどね。多分ね。まあ、次、京楽さん出る機会って言ったら、AKB になるのかな。そうですね、AKB と、あと、なんか、ウルトラマンとかライダーも話出てますけどね。あ、なるほど。歴史は繰り返す。もう設置前代窓まぎにしよう。もう秋葉原の店舗みたいな。いや、ほんと。普通に売ってるだけやから。いや、ほんまそうやね。あの、悪いこと何もしてへんから。当てようと思って売ってるだけやから、みんな。今日、スロの北斗見てきたよ。今度のは面白そうやなと思いましたってコメント来ましたね。まあ、次入る寝台やったら、はい、そうですね。1万円ちゃいます？あの、天正の方かな。はい、AKB はうるさすぎてもういらんって言われてますけどね。2つ前ぐらいのやつが眩しすぎて歌えない。あ、そう、バラの儀式ね。あれはほんまに目やられました。でも今回のその、なんていうか、ゆうかちの次に出るやつがね、ライトミドルで。そうですね。多分歴代のあの公演全部入ってるっていうのは聞きましたんで、ライトミドルやしね。まあ、それは個人的にはちょっと楽しみかなと思いますね。重力シンパシーの時はむちゃくちゃ売ったからね。あれがちょっと懐かしいよね。あれ結構衝撃的でしたけどね。いや、ほんまめっちゃ面白かったけどな。また緑。とりあえず造反はないですね、今んとこ。もう YouTuber が窓まぎ生放送で万発出してたね。それはだって時間がね、長いもん。それは取り高あるで、時間あったら。今日の放送なかったことにするから2時からもう一回やり直しよう。はい、どうも、言うて。いや、それでも当たれへんかったらもう私言い訳できひんわ、もう。引きがないとしかいけん。これの U パチやったら打ちたいってね。あ、まあ、ライトミドルも出るんじゃないんかな。あ、まあ、もうおいおい出るでしょう ね。半年後ぐらいとかね。中C のハマりは何度も繰り返す。謎に発展してたけど。いやいや、さやかリーチ。中C そろそろ時間速攻。そうですね、で初めの当たり戻した方がいいじゃない。もう誰も売ってないのにライブが1時間おきに流れてうるさいのは勘弁。そうだからあれももうね、あの AKB3 かがちょっと時間あれやったんかな、長なったんかな、確か1日2、3回ぐらいになったんかな。
あのバナナ儀式今もね置いてる店あるけど、あれはちょっとずっと流れてるから、あれちょっとどうにかしてほしいなと思うよな。また音量勝手に最大 &RTC ないよね AKB。 もうあったらみんなハンマーおじさんになりそうけど。まあないよね、緑カットにね。これで当たったらほんまに一体今までのは、いやほんとね、謎当たりってやつ。中C は何度でも繰り返す。そろそろやってボタン押したらいい。あーないかーないかー。まあまあええ時間やん、もうお前やっすよ、はい、いやーラッシュ遠いなー。あとは皆さんの目でお確かめください。お願いします。これ明日も明日も明日が綺麗、明日綺麗売り割りとインターの、ね、合同なんですけど、まだちょっとやんの決まってなくて、合同窓巻き。ただ綺麗売り割り窓巻き4台もなかったような気がするんだけどな。あーどうやらちょっと見てみます、投票しよう。多分なかったと思うんだけどな、もうやらねえ。いやお前ね、勝者の悪ノリって怖いからな、逃げた。綺麗売り割りは2台ぐらいやったんちゃうかな、まあ、店の規模的に。2台っすね、2台しかないっすね、 P ワールドでは。おい、どうしよう。さすがにお腹いっぱいだった。そら3日やってたらお腹いっぱいになるやろ。いや個人的には太鼓の達人やってほしいですけどね。太鼓な、海の太鼓な、あれむっちゃおもろいから。え、ほんまっすか。いやマジマジ、あれ意外といける。中市、今度出るガロコレクションどう思いますか。いやまだちょっと見てないんでなんともっすけど、ちょ正直あんまりもうガロには期待してない。うわそうやな、まあ冴島コーガーなことがあったからな、ね、はい、まあ、個人的にはあのじゃあもともと僕あんまりガロシリーズが初代以外あ好きじゃないよね、そんななんで相性悪いんやな。はい、なるほどな。まあ多分ねまた来年以降もそのメインコンテンツの機会も出ると思いますからね。太鼓と窓巻き。いやいやほんまに言うてる。いや、馬鹿にしたらめちゃめちゃ面白いから。太鼓はまあでも確か面白そうだね、あれ一回やりましたけどね。どの店舗でラッシュ入れるか楽しみ。明日やんの。まあまあしんどいよもう。いやもうまあまあお腹いっぱいじゃない。私ちょっと正直もう3日見たからいいかなってちょっと思ってる。一回お休みしてもいいかなと思うねんけど、もうそれはちょっとあの終わるまでにコメントちょうだい。もう見てんのしんどいよねって言われた。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日も皆様の期待にお答えいたしまして、パチンコ劇場版魔法少女窓ガマギカ次第いたしましたけども、じゃあお二人様、感想の方よろしくお願いします。まあちょっと後であの編集の方でね、ちょっとうまいから YouTube 上がる頃にはもう多分ラッシュで満発で出ると思うんで。出てへんわ。どこの店もラッシュ入れてへんもん。じゃあ他のちょっとええ感じの、ええ感じの、ええ感じのところがちょっとパクんの。さすが5時間ラッシュ入れてないのエグやばいっすね。やばい。まあ個人的にまあどうやろ、桃屋さんなまとまぎ初めて売ったって感じやけど、ちょっとねラッシュやらしてあげたかったっすね、はい、そうそうね。どうやった、ちょっと緑保留多すぎやろうと思った。ほんま多すぎて緑保留ある台はちょっとあかんなと思いました。あかんだろうな。だいたいもう店の9割以上ダメやな。いやもうちょっとねハマり台どうなんかなと思ったけど、結局そのまま更新しましたんで。まあまあ、皆さんあのパチンコ3000全然ハマりますから。いやそんなにめったにはないけど。そうそうないですけどね、ハマっちゃったからな。いやいつかちょっとこう確率は返ってくることを私は祈っておりますけども。中市じゃあもうお願い、コスプレやってなって言われてます。コスプレかちょっと準備できるかな。まああれやったら自分らで創作してもらって。まあまあ広い出来やと思うねんけど、多分ねピンクのウィッグは売ってると思うんですよ。なんか100均とかで似たようなピンクの、100均とかで今そんな売ってんすか。多分ね300円ぐらいなのかな、あれあの今ダイソーでも、はいはい、100円じゃないやつあるじゃないですか、300円とか500円とか、はい、なんかああいうのでピンクのなんかウィッグは見たことあるんですけど、だろうな、あと魔法少女の魔法少女のな、ね、服装をどうするかって感じかな。確かにまあ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 きつい、まあまあ、ちょほんまに本職のところに頼まんと。そうそうそう、まあまああれよな、さっき値段書いてくれてる人だけど7、8000円の分とかかな。キューベでもええぞってことで、全身白塗りで、そう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 、でここちょっと耳つけて
ちょっとこうブラーンと白いのも、いやそれでいいかもしれんよね。ドンキで売ってるよ。金タイツ再来。いやもう白タイツやね。逆にちょっとあのいろいろ透けそうやからしっかり防御してね。確かに。まあコスプレやってもらおうかじゃね。ハロウィンウィークやし、今ねハロウィンの時期やから。白タイツかちょっとマネージャー相談しようよ。お前ね。まあトミーキューベ似合うと思うけどな。あーつかもうちょっとなんか あでもなんやったっけ、フリーザかなんか昔なんかやってましたもんね。やってた気する。あのキューベ似合うと思うで、うん、多分。じゃあやるときはあのツイート告知するかツイッターにも写真をあげるかどっちかにしようかな。いいですか店長。ちょっとねちょっといろいろ調べときますわ。あ調べる、はい、分かりました。じゃああのいかだにてもしくは中市へのツイッターね、子供店長のツイッターちょっとチェックしといてください皆さん、ええ多分店舗ツイッターからやるやったら行くんちゃいますか、ね、はい、そうですね、はい、じゃ あ, あのぜひツイッターあのこっちね気候ないかわであの登録していただけたらあのコスプレデー、はい、デスデーが見れると思いますんでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、告知ね最後やってじゃあ今日は終わりたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、10月25日ですね、新大会になってます。パチンコはクイーンズブレード3と、はい、ただデビルメイクライ4、まあライトミドルのタイプですね。はい、で、あとスロットの方が、猪木、あとはピラミッドアイ、あとは11月の5日から稼働ですけど、北斗の拳の新しいやつと、あとは、ファフナー、はい、でそこからサラリーマン金太郎となってますので、はい、ぜひぜひ11月初旬と25日は当店で遊んでいただければなと思いますので、はい、お願いします。まあもうこれは年末にかけてのもメイン機種になると思いますんでね。そうですね、まあちょっといろいろ撤去もあると思うんで、はい、そうなんですよね、まあ、既存台もね、既存台も今のうちに打ちつつ気になる新台もとちょっといろいろ忙しいと思うんですけど、そうですね、はい、ちょっと11月12月はそういう撤去ラッシュもあり、はい、まあ、新台ラッシュにもなると思いますんで、まあ、ぜひあのお気に入りの台見つけてね、あとはその絆とかもちょっともう12月でお別れのお店も多いと思いますんでね、もう最後思い残すことのないように打っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あー窓巻きしんどいな、どうしよう。まあ最後まで4日きついね、きついね。明日まあ引き強いね、事務員さんが出てくれるって言ってたから。もう社員レベルだ、社員役職店長レベルだ。いやほんとね、インターのあの事務員さんはほんま引き強いんでね、この間もやっと北斗エイト、あの万発見せれたんでね、すごいな。もうええやろっていう意見と、ラッシュをやるまでって言われてるから、ちょっと割れてるけど、もう事務員、打つんやったら事務員さん一人でええんちゃう、それ、はい、もう他は全員、太鼓の達人。太鼓の達人、一人ちょっと変な感じになりますけどね。はい、あ合同だから、人いっぱいで人海戦術できる、そう、ゆきちゃんですね、はい、事務員。でも2台しかないからな、そうやね、だから2台やからね。結局、京都条件変わらへんっていう。そうそう、そうやね。無人君すら出せないから、はい、まあ、ちょっと考えようかな。はい、まあ、ぜひね、中市と桃屋さんもいかだけで勤務しておりますので、はい、ぜひ会いに来てあげてください。皆さんよろしくお願いします。と、はい、いうことで、キコのチャンネル、明日は、キレ売り割とキレ売り割インターテの合同になります。明日もよろしくお願いします。あーなんかなんやろな、窓巻きが悪いわけじゃないねんけど、なんかこう、緑保留に翻弄されまくる毎日ってしんどいね。苦痛やったね。いやもう桃屋さんがマジで途中からまた緑かみたいな感じになってたから、あれがすごかった。まああんだけ出るやな、そうだ、ね、あるわな。いや本当にありがとうございました。またぜひ見に来てください。はい、お願いします。はい、ということでこんな感じで基本チャンネル今日は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした、はい、それではさよなら、おやすみなさい、また明日。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。